Dude, that father is 10 men permed. さあ、葵さん、準備はいいかね？俺たちはどこに行くか分かってるか？どこですか？北海道。 Yes、 青森行って大間崎行って、そこからフェリーで北海道に渡ります。そして一人旅、ホームステイに行ってしまった小鳥をピックアップするというね、まず最初のミッションはそこからスタートしましょう。さあ、今回の旅は、2つのフェーズに分かれています。最初のフェーズは小鳥を迎えに行く旅、北海道に一人旅へ、ホームステイに行ってしまった小鳥を迎えに行く、これが今回の最初の、ミッションです。そして小鳥をピックアップしてから、今度は北海道最北端宗谷岬を目指して第2フェーズスタートします。今回そんなプランで行きます。いいかね、母ちゃん。はい。今日は、7日ですね。7日の時刻は5時45分、予定通りのスタートになりました。というわけで出発しましょう。行くぞ、葵、こっちおいで。出発だ、出発だ、出発だ。 Here we go。 ナイスサンセットドライブ。友部サービスエリア、時刻は19時、夜ご飯にしましょう。じゃがじゃん、豚丼、豚丼、いただきます。ここからあと300キロ、私はいつも運転手です。いわきジャンクションです。だいたいスタートしてから約3時間弱、いいペースじゃないでしょうか。残り115キロ、長者原サービスエリアまで約1時間半ぐらいですかね。キープ安全運転で行きましょう。行ってみよう。仙台港です。さあ、ここから仙台北部道路、東北道に向かって横断していきます。さあ、ここから東北道、盛岡方面、青森方面にゲットイン。イエ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 イ、東北道に入りました。さあ、今夜のドライブはここまでです。長者浜サービスエリアで仮眠します。仮眠、仮眠、仮眠タイム。お疲れさんでした、俺。いや、長者浜サービスエリア、今日は何も語ることはございません。だいたいね、367キロのドライブでした。それでは今夜ここまでです。グッナイ。おはよう。今ね、6時に起きました。これから出発しようと思います。さあ、朝ごはん食べましょう。長者原サービスエリアは24時間で食堂やってる。よし、朝ごはん食べましょう。朝から唐揚げ定食食べますね。レモン絞りまくり、レモン絞りまくり、イエー。朝6時45分ではございますが、私の朝食は炭塩丼です。炭塩丼、どんどんいただきます。正確にはこれが初日、青森八戸へ向けてドライブを続けていきたいと思います。トイレ、安全運転で行きましょう。さあ、小鳥を迎えに行く旅、1日目スタート。さあ、今回もやってまいりました。盛岡に来ました。盛岡、盛岡、盛岡。私たちまた東北を縦断中。松尾八幡平。ここから東北道と八戸道に分岐します。前回は青森へ向かいましたが、今回は私たち We go to 八戸エイトドア、エイトドアへ行きます。青森県、青森県に入りました。八戸市に入りました。現在地はこの辺、あと少し。さあ、ここでまた私たちは分岐に来ました。八戸道、左斜めなんです。で、三沢方面に行きたいと思います。初めてです、この道。ついに
高速道路を降ります。だいたいですね、走行距離は622キロ。高速道路を降ります。てってれー。さあ、楽しみなのは一体高速料金いくらだったかです。常磐道、常磐道流山インターから乗りました。それではみんなでチェケチェケだ。神様、どうか僕たちに素敵な金額を結構するやないかい。11,190円。なかなかなプライスでしたね。ドライブイン高台、さあやっててくれ、頼む。やってそうな雰囲気、営業中。やったー、営業中だよ。あれ、やってないね、これね。だってあれ、看板出てるし。なんということでしょう。私が求めていたドライブイン高台、残念ながらもう営業をやめられてしまったのかな。あ、これは定食。あ、やってるね、ここ。キッチンやってるね。これにしましょう。通りがかりで見つけたここキッチン3階、今日のランチはここに決めました。行ってみましょう。やったー、ランチいい感じのお店を大発見しました。はい、お願いします。いやいやいや、無事無事青森、無事に青森入りました。葵のランチやばい。ネギトロ丼めっちゃうまそう。さあ、太平洋側に出てきました。もう右側は海です。なんとガンダム、すげー、ガンダムすげー。これがあれだ、話題にあった手作りガンダムのガンダムカットレース、噂の。さっきまで34度、外気温あったのが突然25度。めっちゃ涼しい。どういうこと。なんと皆さん、入り口はここです。この奥にポイントが続いているはずです。この先に皆さん、海があります。ありました。ポイントはこれ、飛行機が止まっているのです。ほら、サーファーいた。レプリカ見つけました、こちらのポイント。さて、どうでしょう。さあ、こちら側もね、割れてますが、そうですね、サーフィンをするならやはりこっちの方が綺麗に割れてるかなと。ローカルの方がね、一人だけなんですけども、ちょっとね、このポイントで入らせてもらおうと思います。よろしくお願いします。青森初めて、さっき人生初の青森の海挑戦してみたいと思います。 Good luck、 行ってくるぜ。後ろから見ると日本人じゃない、外国人がいる。天然パーマさん足短いですね。水冷たいのかな、ちょっと行ってみよう。もう冷たくない、水あったかいね、ね、
うわ、来た。ふっふー。お、乗った。北海道どっちだ、北海道。向こうかな。あっちだよね、北海道、あっちの方。やばい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 。このポイントさっきまで貸し切りでした。青森に来て初めて入ったポイント、妻と私二人で貸し切りというミラクルが起こりました。これがロードトリップの醍醐味。それでは青のフルチンサービスショットをどうぞ。やっぱりね、僕の日頃の行いが良かったからとしか思えないね、やっぱり。さあ、このポイント、目印はあの避難鉄塔の下にある、さっき見ましたね、赤い飛行機です。次のポイントに向けて出発しましょう。まだ僕たちは旅の初日です。 Here we go。 ではここからは一気に本州最北端大間崎に向かってドライブしていきましょう。だいたい2時間半ぐらいかな。こう青森を観光するにしてもなかなか来ることのないエリアに来たんじゃないかと思います。どうなんだろう、みんな行くのかな。大間崎、陸奥延命流という幻の武道をあなたは知っているか。その陸奥へ我々は向かっているのです。大間まで75キロです。いやー、驚愕の青森、すごい刺激的でした。青森が陸奥市に入りました。そう、陸奥延命流が発祥の地、陸奥市です。父ちゃん、運転疲れましたか？まだまだ大丈夫です、頑張ってます。やばい、何ここ、めちゃめちゃフォギーです。大間崎まであと15キロ。漁師町の中をずっと走ってる感じです。この大間、ロードトゥーオード大間。もし大間にドライブに来られる予定をされる方がいましたら、大事な注意点です。陸奥を最後にほぼコンビニがなくなります。欲しいものがある場合は最後ね、陸奥のあたりでちゃんとスーパーとかドラッグストア、それからコンビニで必要なものは購入してから来ないと、ご覧の通りこの道路には何もありません。賛成、やったやったやった。それでは皆さん、大変お待たせいたしました。大間崎、本州最北端、あと100メートルで到着です。最北端。イエーイ。私たちついに本州最北の地、大間崎へ到着することができました。やりました。いやー、なんていうことでしょう。めっちゃ嬉しい。こういうところです。スミさん、前回の最南端佐多岬に続き、はい、本州最北端大間崎、はい、なんとね、観光センター、お土産屋さんがね、全てやってないという。夏休みじゃないの？今日の夜ご飯はここ、食事どころ大満足。いいですね。チェケチェケ、行ってみましょう。いらっしゃいませ。じゃあ、大間のマグロだらけのお店です。青のマグロの唐揚げ定食だぞ。美味しそう、美味しそう、美味しそう。一個食べていい？ダメ。ケチ。どう？お？虫？面白い。なんで？唐揚げの中にマグロ入ってた。だってマグロの唐揚げだもん。そして父ちゃんのこちらが
デデン三色マグロ丼食べます。頑張って運転してきてよかった美味しい、めちゃんこ美味しい。千葉から運転してきてよかった。こんな美味しいマグロが食べれるなんて、やばい、美味しすぎて解説できない。ごちそうさまでした。マジうまかった。やっべえ、大間のマグロ美味しかったね。やったやった、大成功。しかも俺たちが入ってからすぐのれん下げましたからね、ギリギリセーフでした。超ラッキー、ヤッホー。すごい綺麗。大井さん、この度最初のお風呂行きたいと思います。大間町海峡保養センター、チェケラチェケラ。めちゃめちゃ安い。俺とお前と大五郎。男湯行ってみたいと思います。Here we go。 なんかね、プールみたいなお風呂でした。いい湯だった。ここはいい湯だったぜ。海峡保養センター。さあ今夜は大間崎にありますね、実は無料キャンプ場がすぐそばに併設されてまして、今日はそこの駐車場で車中泊をします。最初の夜ですね。よし、これから宴会タイム入りましょうか。はい、 Here we go。 今夜は iPad で映画を見ながら寝ましょう。今日は結構ゆっくりできるね。大間崎の夜です。映画を見ながら寝たいと思います。おはようございます。朝の5時です。日の出をサンライズを撮ろうと思いましたが、もちろん寝坊しました。朝日はこんな感じ。やっほー、本州最北端のサンライズゲットしました。さあ急いでフェリー乗り場に向かわなくてはいけません。今日はねスケジュールみっちりです。お土産屋さんも朝早い。そして私の青空ロケ地、よくわからん。下北半島最北端、僕らがいる場所はここです。でん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 、大間崎。さあ今から津軽海峡フェリー乗りに行きたいと思います。さあ今朝のキャンプ場、もうなんと目が覚めるとほとんどの車が出発してるじゃないですか。今日はねバイカーさんのキャンパーが多いですね。我が英介はここに止めさせてもらいました。出発するぞ俺たちも。まだ時刻は5時40分です。フェリーフトチェケワー。さあ大間のフェリフトに到着です。さあ我々が乗り込む船はあいつだ、大館丸。玄関だ。予約してます、はい、番号が車1台で合計3名様のご利用で、はいはい、どうもありがとう。どうもありがとう。ゲット。このフェリーに乗って北海道へ渡ります。チケットはゲットしました。朝一から乗りますよ。いっぱいいっぱい来てます。夏休みトリッパーたちが。準備はいいかね。はい、この野郎、キャプテンにちゃんと挨拶ができないやつは起きろ。さあ乗り込むぞ、大館丸。船に乗り込みます。めちゃめちゃびっちり止められた。ヒビが。イエイイエイ。いいじゃん、海の見える席。オーシャンビューセー、オーシャンビューシートゲットしました。いいじゃないですか。
デッキに出てみますか。葵さん、船は出航します。さあ着きました。北海道上陸。わずか1時間半の航路でした。下船開始、 Here we go。 ついにお待ちかねの北海道上陸。ここは函館港です。北海道上陸しました、フェリーを降りてわずか3分後にはこの土砂降りの大雨になりました。来ました、これですね。ここです。私はこの橋を渡りたくて、よっこいしょ、やったー、来たぞー。のこの冬全く同じところへ来ました。金森レンガ倉庫、そしてラッキーピエロ、ウィーラフラッキーピエロ、まだやってないかな。今回はラッキーピエロはなしです。我々まっすぐ小鳥を迎えに行かなければまためちゃくちゃ遅くなってしまうだろうというね、過去の経験からサクッと行きましょうという作戦になりました。よーし、今日はもうドライブばっかし、ドライブばっかし、ドライブばっかし、ドライブばっかしな一日ですけども、頑張ります。なぜなら小鳥に会うために。バカ親、行きます。すいません。五稜郭も見なければ、ロープウェイにも乗らない、一切観光しないというスーパードMロードトリップ、なかなか真似できることじゃない。もったいない。ここから一気に高速道路を使って函館新道、イエーイ。もうまっすぐ小鳥だけを迎えに行くという、ドライビングドライビングドライビング、オールデイドライビング。一日中父ちゃんはドライブします。この腰が砕け散ろうとも運転を続け、小鳥を迎えに行くのじゃ。私たちが北海道の初めての車中泊体験はここでした。七色七重。28度。俺たちが迎えた朝はマイナス5度だったかな。ここから道央道に乗ります。どうもどうも、入りました。一番ここがスタート地点。イヤッホー。なんと雨予報だったのに晴れました、イエーイ、ラッキーキー。先ほどの晴天が嘘のような土砂降り。山の天気と女心は変わりやすい。さあ白老に入りました。どうどうどう。そういえばね、スビさん、僕らが初めてフェリーを使って車で北海道来た頃って道東道ってなかったから、ずっと下道でトマム落合方面行ってましたね。が今はそのほとんどを高速道路で行けるようになりましたよ。素晴らしい。安全だ安全。小鳥に会えるまであと1時間頑張れ父ちゃん。そして私正直に言います、もう運転飽きました。はるみちゃんの農場はこの辺なんだよ。熊崎農園。あ、本当だ、熊崎農園。道の駅自然体感シムカップ、シムカップの道の駅で木のゴム買いました。いいでしょ。さあここで僕たちは金山の方へ抜けたいと思います。一気に山深くへやってまいりました。小鳥と再会まであと10キロ。安全運転。広大です。これが南富良野でございます。もうそろそろです。やったー、マッチルファーム到着。よいしょー。あー、いるいる。ヤッホーヤッホー、ヤッホーヤッホー、ヤッホーヤッホー。小鳥、ヤッホーヤッホー、ヤッホーヤッホー。こ
元やったーイエイイエイイエイ再会ヤッホヤッホー起きた？イエーイコト青小鳥だよお世話になってまーすイエーイそうかお前たちすごいねこの1週間激動の1週間さあ松ファームおーアスパラってこうアスパラってこうなってんの収穫体験とかで使ってるへーすごーいうわーすごーい甘い甘いうーん美味しい甘いトマト食べちゃっためっちゃ甘いフルーツみたいありがとうこれ何ほおずきかなこれほおずきうん皮こえあー中に入ってるあったうん食べてみじゃあ早ここに入れなうまいうまいの甘い私ほおずき食べたことないかもあら素敵おっきいねまだあるよありがとうともらっちゃったありがとう紫食べれる紫うわ美味しそうパクっていっちゃったねすごいね青ほおずきあるわよ最後ハグしておきましょうみんなにありがとうのハグをはい小鳥からみんなにちゃんとお願いします感謝の言葉だから何でもいいんだよ一緒さありがとうございますつむぎさん一言小鳥にメッセージお願いしますマッスル家代表でそれじゃあ友情のハグをしてくださいイエーイ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 ありがとう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 それでは最高の1週間夏休みをありがとうございました。ありがとうございました。池辺家の大きなメモリーに協力いただいて本当にありがとうございました。じゃあ小鳥さん行きましょうか。ね。やっほーやっほーやっほー。寂しいじゃんみんな。やった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 。バイバイ。ありがとうバイバーイやれば別れあり小鳥戻ってきました小鳥戻ってきました我が家4人全員家族揃いましたのでここから、この旅の第2フェーズ、北海道縦断トリップに切り替えたいと思います準備はいいかねアイアイキャプテン葵の声が聞こえないぞまあいいだろう。よーし、改めて出発だ！ Dude, that father is 10 men permed!